前回、会長に自身の胸の内を吐露したミコちゃんでしたが、場面は変わり、数ヶ月前に息子である会長や、娘である K に対し、大事な話を切り出した白金父の話へ。そして、K ちゃんは、いけないと理解しているが、とある行為を繰り返していた。また、自身の思いをはっきりさせるために、ツバメ先輩は、とある少女に連絡を取る。それでは、今週の会長たちについて、大まかにまとめていきます。今週の会長たち、いきなり、父親から VTuber 宣告を受けた白金兄弟。そんな父親の提案に二人は反応反対し、妥協案で YouTuber として活動させることに。この出来事から数ヶ月後、会長が父親のチャンネルを覗くと、そこには登録者5万人という数字が。しかも、K が画面の後ろを横切るだけで、視聴者は1万円を入れてくれるように伝えられていた。今週のツバメ先輩、友人たちに、自身の定まらない思いを相談するツバメ先輩。ただ友人たちは、なんやかんやで相談には乗ってくれたが、最終的な答えは出ないまま。そんなある日、ふと自身のスマホを覗くと、そこにはいつか見た、占い師の男性が、YouTuber として活動していた。思い切って、その男性 YouTuber に相談を持ちかけるツバメ先輩。すると、その男性 YouTuber は、息子からも称賛されるような言葉を彼女に伝える。その言葉を聞いたツバメ先輩は、覚悟を決めたように、とある少女に連絡を取るのであった。白金家の借金、5億円、さらっと描かれていましたが、白金父は騙されて会社を奪われたんですね。冒頭で、俺は判を押さないと発言していましたが、以前に、俺も妻に7年以上避けられてて、多分年下の男と仲良くされてるしという発言もあり、別居中の妻が、年下の男と一緒にいると目星をつけてるくらいなので、白金母が単に年下の男性が好きだったのか、それとも、年下の男イコール会社を奪った男の可能性もあるのかもしれませんね。そしてツバメ先輩と、本編で久しぶりに姿を見せた朝日雫先輩と、アテンボウ夢先輩、見事に正反対の二人でしたが、過去の一件で、ツバメ先輩の背中を押したのが、アテンボウ夢先輩であること明らかになりました。ただ、ロジックは間違えてないというあたり、自身の価値観はしっかり持っているアテンボウ先輩。そんなアテンボウ夢先輩と、正反対な意見を述べる朝日雫先輩、以前、かぐや様と会長の物語のきっかけになった人物でもある彼女が、石神くんとツバメ先輩に、今後どのように関わっていくのか気になりますね。それにしても、おさらぎさんが言ってた通り彼女は、ツバメ先輩とよく似てます。ツバメ先輩が最後のコマで、大友ちゃんと名字で呼んでたので、親族ではないのかな。もしかしたら、大友京子の憧れの先輩が、小安ツバメだったため、容姿が似てるのかも、いろいろ謎が残ってますが、中東部時代に何らかの接点があったのかもしれませんね。まとめると今週のかぐや様も、いろいろなことが明らかになりました。思い返すと、石神くんは学内の評判が最悪とはいえ、影響力の強そうな先輩女性陣からは、かなり好印象を持たれていますね。そして、その場にいないにもかかわらず強烈な存在感を放つ、マスメディア部の残りのメンバーでした。それでは、今回はこのあたりで終わりになります。ご指摘やコメント、皆さんの考察などありましたら、気軽に書き込んでいってもらえると嬉しいです。それでは、またのご視聴をお待ちしております。